こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ、奥へどうぞ。ありがとうございます。それじゃあ、サイフォンコーヒーを、はい、お願いします。ようこそ、おいでくださいました。当店のコーヒーはですね、香りを情景にもとらえてメニューが構成されています。そしたら夏空、晴れ渡る夏の爽やかな空を感じさせる味わい、これをお願いします。はい、サイフォンはこの待ってる時間いいですよね。いいですよ ねこういう一人のお客さん一人一人の目の前にサイフォンを据えたかったんですよ。やっぱり自分のコーヒーを入れてることが分かることと、やっぱりできてくるまでの過程を目の前で待てる、一番こうコーヒー器具の中でパフォーマンス性がありますよね。そうですよね。自分のためだけにここでコーヒーを作ってくれているってで香りが届くっていう。では入れていきますが、よろしいですか。お願いします。出来上がりました。ありがとうございます。失礼します。はい、お待たせしました。夏空ですね。はい、サイフォンは提供時は80度あります。この器で持っていただくと熱いっていうことだと思います。そうですよね。その熱い時は逆にちょっとだけ口に含んで香りを、で持ちやすくなってきたら飲み頃を迎えていくので、徐々に味わいを楽しんでいってください。わかりました。そしてちょっとお待ちください。はい、夏なんですけど、今日みたいに過ごしやすい日に咲く深山霧島という盆栽ですね。すごい、こういった淡いピンクみたいな可愛い甘さと優しい味わいになってますので、はい、最後位置を変えたりずらしたり置く位置によって影が演出できますので、ご自身で最終的に仕上げていただいて、なるほど、お召し上がりください。ありがとうございます。エスプレッソはやっぱり濃いとか、ネルドリップはちょっとぬるいとかで、サイフォンはすごく熱い、それもそれぞれのコーヒーのやっぱ良さなので、まず熱いっていうのを感じていただいて、でも立ち上る香りがね、いっぱいその分感じられるので、まずはアロマから入って飲める温度になっていくと味わいを楽しんでいく、それがサイフォンの楽しみですね。いろんな形で楽しむんですね。そうですね。うまい。うまいですか。うまいです。僕の中でサイフォンって最初結構強いってイメージだったんですよ。始めた時、で自分でやってても、そのイメージはあんま変わらなかったんですけど、初めて中山さんに、はい、サイフォンコーヒー入れてもらって、飲んだ時に、あ、こんなにサイフォンって美味しいんだっていう感動があったんですよね。サイフォンって、あ、この先があるのかもしれないと思って、で、ビームヒーターも買ったし、ああ、そうだったんですね。いや、みんなね、結構やっぱ香りがはっきりパーンときますし、結構インパクトの強い一杯を入れられるんですよ。比較的そういうのが多かったんで、僕もサイフォン界だとどっちかっていうとちょっと濃いめなんですよ、これでも。あ、そうなんですね。でもだんだん飲みやすい味わいのバランスの方に自分も変わってってますけど、サイフォンでこう飲みやすくて綺麗で、そう、飲みやすくて綺麗っていう印象が最初本当なかったんですよ、サイフォン。すごい飲みやすい、美味しい。本当最初のサイフォンをやった時はなんか美味しく入らない道具だなこれとかって思ったんですよ。やっぱりそうなんですよ。いや、ビームヒーターに自分も変えてからこう熱源が柔らかくなって、ちょっと味の傾向が変わったんですよね。そこからまた面白くなって、結構アルコールランプとかガスバーナーだと熱カロリーが強いんですよ。炎の方はボディが
タフに作れて、かつ上手に入れるとすごく丸みが出るんですよ。その代わりなんかね、暴れ馬を乗りこなせれる機種だとポテンシャル発揮できるんですけど、はいはい、そうじゃないとわーっていろいろ出ちゃって、はい、技術がないと難しいんだやっぱり。そうなんですよ。しかもあの風に揺らいじゃうんで火力が安定しにくい。あー、なるほど。っていうその強いんだけどこうブレが出るっていうか、で光の場合はこう火力安定しやすいのと、でも熱がちょっと弱くて、でその代わりボディが出にくいんだけど、あのフレーバーすごく綺麗になりやすい。あおいしいって言ってからカズマックスで間が数秒あるじゃん。あの瞬間がいいですね。じわじわ感じてます。噛みしめてる。はやあと一口はや多分僕が今まで提供してきた中で一番早いペースで飲む人すいませんすいません、もっと味わって飲まなきゃいけない。さすがカズマックスだ。でも嬉しいですからね、こう飲んで、カップをおかずしてどんどん次行ってくれるっていうのは嬉しいよね。そうですね、あんま置きたくない。ほんと柔らかい、甘い。フィルターネルですもんね。フィルターネルです。適度な油分感がすごい好き。いいですよね。一応あのここコーヒー屋っていうよりも、はい、まあ、メニューとしてはコーヒーがメインになりはするんですけど、一応メニューとしてコーヒーは5種類、はい、ただあの、まあ、季節ものを自分たちで選んで、で、まあ、ちょっと情景の名前をなぞらえて、あのお出しするんですけど、まあ、コーヒーはメインですけど一応サイフォンで入れるお茶とか他がありまして、なのでコーヒーをやるっていうよりもサイフォンで楽しんでいただく香りのメニューがあって、なのでどっちかというとコーヒー屋さんじゃなくてサイフォン屋さん、なのでコーヒー豆売ってませんし。あ、そうなんですね。珍しい。コーヒー豆売らないんですよ。しかもサイフォンとお茶を入れる、それも後で見させてもらっていいですか。あ、ぜひ。あ、ぜひ。あのほうじ茶が今おすすめなので、はい、サイフォンのほうじ茶を、あ、ぜひぜひぜひお入れしますね。